皆さんこんにちは。それでは本日大阪に来ておりますが、早速お話を始めたいと思います。まあ、新型コロナウイルスの問題が、まあ、依然として続く中で、こういった危機的な時、心をどういうふうに持ったらいいんだろうかというのを、まあ、普段から勉強している仏教やヨガ、心理学の英知も交えまして、今日も改めてお話したいと思います。で、今日の仏教的な知恵としては、苦と楽、苦しみと喜びが表裏一体であるという教えです。苦楽表裏、これはよく言われる仏教の教説です。苦楽は表裏だと、そして突き詰めると損得、これが一体だという。我々なかなかそんな風に思いませんが、しかしよく万事塞翁が馬、ピンチの中にチャンスがあるというふうに言われます。こういったものは何か悪いこと、これが転じて良いことになる。まあ要するに別の言い方では、災い転じて福となすということですね。一方その逆もあります。すなわち喜びの中から苦しみが生まれてくる。例えば工事魔王子ですね。万事塞翁が馬と工事魔王子、これは喜びの裏に苦しみが、苦しみの裏に喜びがある、喜びの先に苦しみがある、苦しみの先に喜びがあるといったことを表す経験則だと思われます。で、それを仏教的な思想でいうと苦楽表裏ということです。で、それについて少しお話してみたいなと思ってね。まず人間の心の働きを分析すると、好調な時はいわゆる喜びが多いわけで、で、その喜びに執着してしまうんです。そうすると無意識的にその喜びだけを見ようとする傾向が出てくるわけです。実際には喜びの裏には苦しみ、そして高島大志というように、好調時の中で、落とし穴ですね、何かの問題が生じ始めているかもしれません。しかし喜びに舞い上がった心は喜びに執着し、喜びばかりがこれからも続くこと、これを期待する結果として裏にある、先にある苦しみ、問題点、これを見ないということになりやすいと。まあ、日本の1980年代のバブルですね、それがそのうち崩壊するんですが、そのバブルの先を見ないでバブルに舞い上がり寄っていたというのが一つ典型的な事例だと思います。そうすると必ず油断してしまって、油断の結果落とし穴にはまる。だから好調な時こそ高島王子、喜びの裏に苦しみがあるというふうに考えられる冷静さ、これが非常に重要だというふうですね。次に今度不調時ですね、調子の悪い時、これはいろんな苦しみ、不安、これが出てきているわけです。その時人はやはりその苦しみ、そして不安、これを嫌がります。そうすると逆に言うと苦しみ不安だけを見ることになる可能性がある。その裏側に、なし先にある喜びチャンスっていうのはなかなか見ないですね。そうするとどうなるかというと、その苦しみや不安から逃れたいっていう気持ち、これが強くなりすぎちゃって焦りが生じるんですね。早くこの苦しみから不安から逃れたい、なかなか辛抱が効かない。そこでやることは焦りを伴ってますから、物を正しく判断することができず、それが逆に逆効果、自滅的な行為をもたらすことが多いということです。ビジネスで言えば好調時に落とし穴にはまる、そして不景気の時に焦りから何かやってしまって、それが後から見るととんでもないことだったということです。両方とも心が不安定だから物は正しく見ることができません。舞い上がっていて心が落ち着いていないから物を正しく見ることができない。不安、苦しみに怯えていて心が不安定だから物を正しく見ることができない。そんなに悪くないのに悪いと思い込んだり、そんなに良くないのに良いと思い込んだりするってことですね。ですから苦楽表裏っていうのが、その安定してまあ向上していく、そういった原則になるということです。まあ好調時油断せず、不調時焦らず、油断と焦り、その双方を抑えて抑制して
っていうことですね。で、安定した心からはどんな利益があるかというと、まず今言ったように物を正しく見ることができる知性というものが得ることができると言われています。二つ目に、心が安定してその分ストレスがないと、要するに健康長寿、これがもたらされる、ね、まあ感染症でも精神的な安定こそが免疫力を高める上で非常に重要だということは最近よく言われるようになりました。そして三つ目ですね、この安定した心はですね、人間関係を良好に保つことができると。しかし心が不安定だと人間関係を損なう場合が多分にあります。例えばその怒り、これを制御できないといったり、これは今高齢化社会になってますますそうだっていうふうに言われるようになりました。まあ高齢者老年心理学というのがあります。で、老年心理学、高齢者心理学は一つの非常に重要なポイントを見出しています。それは老化の原因というか、老化は何から始まるかというと心から始まるということです。老化は心から、老化は気からというと変ですが、いや老化っていうのは結局記憶力とかそういうのがまあ低下してきて、そこから始まるんじゃないかということなんですが、調べてみると老化は心から生じるというふうな考え方になります。心ないし感情、これを制御するのがですね、前頭葉と言われている部分です。頭のこの前部のところで感情の制御とか、前向きに何かを行う意欲とか、それから新しいことを行う創造性とか、そういうものに関係してますから、まあそういった意味では要するに人間の中で最も人間らしい理性という部分、これを司るということができるかもしれません。で、実はこの心の制御をするこの前頭葉が最初に老化して、でその意欲を持って何か新しいことなのにこう向かっていけなくなる。そうすると頭や体をだんだん使わなくなる。もう俺も年だからということですね。そうすると頭や体は鍛えられないから衰えていくというようなことで、老化は心からというそういう考え方、見方ができているわけです。で、これを見ていただくと、そう、その安定した前向きな心、これが失われてくると、その分だけ頭や体を使いませんから、知性は衰え、そして健康、これは衰え、そしてだんだん引きこもりがちになる、ないしは要するに怒りが制御できなくなるという可能性。今高齢者の精神的問題として大体3つ、認知症ですね、あと老人性うつ、それから感情が制御できない、暴走してしまう、すぐ怒り、そして怒りを収めることができない。それはみんな知性、健康、そして人間関係を損なうものなんですが、そういった老化の結果、これがあるとして、その最初の発端は何かというと、心の制御が、感情の制御ができず、その結果始まっていくんだということが、まあ、分かってきたということです。老化は心からということです。ということは、安定した前向きな心を保つことができれば、知性、健康、人間関係の面で問題が生じず、なおかつ先取りました老化、これを防ぐことができるということができます。この長寿社会における高齢者の精神的な問題、そしてそれの発端が、根本原因が感情の制御、心の制御ができないことから始まるんだと、脳の部位では前頭葉から始まるんだというような話は、まあ、機会を改めていろいろとしたいんですが、もう少し加えますと、脳自体は普通30代からだんだん衰えるとされていました。で、それは鍛えない場合は確かにそのようですが、しかし鍛えれば高齢者になっても、そう、脳の新しい細胞ができるっていうのが最近は分かってきました。でもほっとければ30代からだんだん衰える可能性があります。だから皆さんが30代であれば、それはもう老化は始まっているっていうふうに考えるのが一番賢いと。ただ30代では衰え始めても、その結果が出るのは30代というか
自覚症状が出るのは大体40代ぐらいからが多いと言われています。でこの40代前後にですね、その前頭葉っていうのがそのピークを迎え、その後は落ちていくという話です。前頭葉、感情を制御し前向きなこう意欲、これを持って、生きる、そういった脳の部分ですが、それは40代最高でその後だんだん落ちていくってことです。一つの指標として IQ と EQ っていうのがあります。 IQ っていうのは知能指数ですね、インテリジェンス。 EQ っていうのはエモーショナルの E ですから、これはですね、感情制御能力の指数です。まあどう訳したらいいかは別にして、それが EQ は40代が最高で、あとは落ちていくということが分かっています。ただこれも鍛えない場合ですね。 IQ はですね、日本人はですね、比較的高く保つことができます。ある調査では日本人のその IQ は世界最高で、70代になっても世界平均の100を超えています。世界平均の100を超えてるっていうのは、世界の70代以上の人口の平均を超えてるってことはありません。若い人を含めた全年齢層の世界平均を、日本人は70歳を超えても依然として維持することができるって知能指数的な面で非常に高い。しかし EQ に関して言えば、先ほど言ったように、要するに高齢化社会の中で認知症が増えています、うつも増えています、感情暴走の問題が出てきました、心、感情の制御、言動の制御には問題があるようです。認知症は推定で2020年の段階で、高齢者ですね、65歳以上の高齢者の 18% が認知症だという、そういった推定があります。これは一応推定です。なぜかというと、認知症で病院に行ってる人はもっと少ない、病院に行かない認知症の人が多いってことなんですね。 18% だと大体630万人ぐらい。しかしこれがですね、2050年60年になると18%が 30% を超えてしまうだろうと言われています。それはなぜかというと、後期高齢者が増えるということですね。で65歳代のですね、認知症の人は数%です。しかし85歳を超えると5割以上の人が認知症だと。で90代95だと8割ぐらいが認知症になってしまうって話もあります。うつも今老人のうつが増えています。でうつもですね、うつの人が全員病院に行くわけじゃないんですね。日本のうつ病患者やったら100万人の中の4割だから44万人ぐらいです。ごめんなさい、40万人ぐらいが高齢者と言われています。しかし WHO の推計では、日本は100万人じゃなくて500万人はうつ病がいるだろうと。そしてある医学者の推計では、高齢者の 10% から 15% はうつ病ではないかと言われています。今年の段階で65歳以上の高齢者は3700万人です。1週間ぐらい前に速報が出ました。で、その中の 10% って370万人でね、その前の 15% って500万人近くなっちゃうんですが、まあそんな感じでですね、病院に行っている、診療を受けている統計データからはですね、全体像がつかめないほどにですね、かなり大きく広がってるんじゃないかと。そして高齢者層のですね、うつの割合がだんだん割合が増えてきているということも分かっている。あと高齢者の犯罪が増えているのがあって、過去15年間で高齢者の犯罪が 2.6 倍に増えました。一方高齢者の人口は 1.5 倍かな、そのぐらいしか増えてない。だからやっぱり人口が、高齢者の人口が増えればその犯罪が増えるのは当たり前ですが、人口の伸びよりもずっと犯罪が増えているということです。でその背景に、例えば暴言、暴力、クレーム、これを駅員に、それから病院の看護婦とかに、それからお店ですね、で、こうクレームをつけると、モンスタークレーマーってのがいるんですが、その多くがですね、やっぱりその年齢層的にはその高齢者であるって言われています。高齢者の感情制御能力の低下で、感情の制御ができないというのは、その背景に自分の中の苦しみ、うつ的な状態もあって、自分が嫌い、他人が嫌いというようになってしまっている場合もあるんじゃないかというのは推測されているんだが、そういうことなんですね。でここで私が言いたいのはですね、その高齢化社会におけるそういった心の問題があって、
で心の問題から、まあ、知性や健康や人間関係に支障が来るって、いうことであって、これは原則として、まあ、高齢者だけに当てはまるんじゃなくて、精神が不安定だと知性健康人間関係の全般に問題が生じてくるという一般則、これが、まあ、高齢期になってより目立ってくるんだということを言っている。さて仏教やヨガの修行においてはどうやったら安定した心これが得られるかというとですね、これは実は安定した心が知性健康人間関係これに影響を及ぼすということはその逆も真で、知性健康人間関係が安定した心をもたらすというこの双方向的なところだ。よって仏教ではまず考え方物の見方を正して心を安定させるようにします。つまりそのよりこう賢くなるための驚愕で知性を増大させるわけです。次に行動ですね、戒律によって行動を制御します。主に人間関係ですね、他人にこうを傷つける害するような行動をしないことによって、行動から心を安定させるとですね、まあ人間は例えば怒りが湧いた時にその行動において怒りの対象の目の前に行って拳を振り上げるのと、その時にそう戒律の実践として、外に出て深呼吸をして、気持ちを収めようとするのと、どっちが怒りがその後続くかまたは収まるかっていうことですね、自分の心が悪い状態の時ないしは通常の時により心が安定するような行動、これをまあ取るということがある。感情は行動が作り出すものか、行動に感情が巻き込まれるから行動率、あとは体の状態です。どんな人でもですね、体調が悪かったら心の制御っていうのはなかなかできないということですね。ですからこう身体生理状態、これを整えるためにヨガや仏教ではヨガで有名な呼吸法や体操その他心身の状態を生理的に整える、そういった身体療法っていうのがあります。あとそれから環境ですね、自分が身を置く環境、これをコントロールしましょう。これはまあ戒律ですから、できるだけ心が安定するような人々ないしは環境、これを選択し、その逆心が不安定になる乱れてしまうような環境、これは避けるようにというような、まあ、戒律があります。こうして物の見方を変える驚愕、そして行動ないし環境を律する戒律、そして身体生理状態これを改善する行法などを行いまして、で安定した心これを行うと、安定した心これを実現すると、まあ仏教では3つの学習っていうのがあって、戒律とその心を安定させる瞑想、そして正しいものの見方これを行う驚愕、戒律瞑想驚愕、簡略用語でいうと戒定慧戒律禅定智慧っていうんですが、まあ、そういったことによってですね、今言った心と知性と体と人間関係を全体をいい循環に持っていこうとしてはあるんです。これは双方向ですから、これが良くなればこれが良くなり、これが良ければこれもこれもこれも良くなり、こう輪のようにつながっている一体性を持っているということもできます。こういうふうにつながっている、でそれを全般的に良くするのが一番効率が良く、まあ一つを良くすれば他はまたその分だけ良くなると、まあ、そういう関係にあると捉えてやってるわけですね。さてまあ今日はですね、心が不安定になって好調時に舞い上がって不安定になる、不調時にそう不安と焦りから不安定になる、そういった時に物を正しく見れないから好調時は裏にある苦落とし穴が見えない、不調時は裏にある喜びチャンス突破口これが見えない、そういった問題のお話から始めました。そこから心が安定していることが重要だということですね。でただこう一般論だけ言っていてもなかなかよくわからない部分もあるので、新型コロナウイルスを例にとってですね、日本社会としてそのコロナウイルスの危機、これをどう捉えるか、それを単に危機として悪いことばかりだと考えるのはどうかということですね。ここで一つ質問が出てますが、都市伝説の類かもしれませんが、新型コロナは我々が次元上昇するのに必要なものであると考えられているようです、という質問があるんですが、まあ、
次元上昇というのはね、ちょっとスピリチュアルすぎる考え方だと思いますが、しかし新型コロナウイルスが万事作用が馬のように働いて、今の苦しみの裏側にですね、先にですね、良いことがあるという人考え方、これはまあ重要だと思います。もちろんあの新型コロナウイルスで命を落とされた多くの皆さんには、まあ、心からご冥福をお祈りしたいと思いますが、しかしこれから生きていく我々日本人日本社会として、この状態、これを落ち着いた心で見るならば、悪いことばかりではなく万事最大釜としてピンチの中からチャンス、これを見出せるんじゃないかという思想発想、これは非常に重要。一方マスメディアというのは皆さんにこのコロナウイルスの問題をどんなふうに伝えるかというとですね、まずマスメディアは基本的に視聴率優先になります。ですからこんなに怖いんだ、こんなに悪いんだって言うとやっぱ刺激を受ける、ね、だからやっぱしこう良いニュースはね、あんまり報道されないっていう話があるわけです。例えばあの経済これが悪くなったっていう、そういう状況があると経済学者の人を呼んでくるわけですけど、大して悪くならないっていう人はですね、あんまり引き合いがないと、で大変になるんだって人をこうやっぱりこう登場させる、まあ、そういったことがあるということがですね、まあ、いろいろ調べると分かってくるんですよね。でそこら辺も含めてちょっとここまで来てコロナウイルスの社会、日本に対する影響っていうのを前向きに考えてみるとどうなるかということです。まず新型コロナウイルス5人ですね、これは保険会社の意識調査では健康意識が向上したという人がまあ非常に多い、半分ぐらいの人が健康意識が向上したと言っています。そして8割ぐらいの人がですね、食生活を改善したと、そして4割ぐらいの人が運動これを改善したと言っています。そしてその結果として自分はより健康的になった人っていうのがですね、大体あの半数ぐらいに持っています。逆に不健康になったって答えた人がどのぐらいいるかっていうと、わずか数パーセントだったと思いますね。ちょっと調べてみますが、これは明治生命の、調査だったと思うんですが、コロナをきっかけとして健康への意識が高まった人は回答者の半分に近く、食事栄養に気を配る人が増えた、運動に取り組み始めた人も多い、回答者の約半数がコロナ禍以前と比較して健康になったと実感していた、そのうち8割以上が健康的な食生活を意識しており、約4割は日常的運動スポーツを行っていた。で詳しく見ますとですね、健康意識が高まったという人が 45.1% で、変わらないという人が 54.5% で、低くなった悪くなった人は 0.8%、まあ、圧倒的に改善したとですね。あと健康意識が高まった結果より健康になったと実感しているかということに関しては、健康になった、やや健康になったと思うという人が全部で 47% ですね。そして変わらない人が 49% で、不健康、やや不健康になった人を合わせて 3% に至らないということなので、まあこんな感じで半分ぐらいの人は健康意識が改善して実際にも健康になったと、で変わらない人これがもう半分いて、で健康意識が低くなって不健康になったんですよ、非常に少ないというような、まあ、調査これが出ています。そんな感じの状況があるんですが、結果として死亡者が減ってるっていうのがあります。新型コロナウイルスで1500人ぐらいお亡くなりになってます。しかしですね、今年のその死亡者、これを前年同期比で見るとどういうことかっていうのがあって、でここに一つのデータこれがあります。2018年から19年ですね、一昨年から去年はですね、その毎年の死亡者死亡人口が8000人増えました。これはあの高齢化社会だから自然なんですよね、増えるのは。しかしその前年同期比と比べてみると、つまり去年から今年ですね、去年から今年これを調べると、なんと増えずに5554人減ったと
ということです。ということは単純に差し引きすると1万4000人ぐらいの死亡者はですね、新型コロナのウイルスの結果の健康意識の高まりで、死亡を回避できたのではないかという推察も成り立つということです。まあ、死亡人口が 1% ぐらい減ったと思われると。そして、44万人ほどが毎年亡くなっているんで、この計算だと約 3% ぐらいがその延命したことになるというのはデータ、これもで、その理由としてですね、まあみんながいろいろと健康に気遣うことになったんじゃないかということです。もちろん最近は病院にね行く人が減ってきて、それは病院で感染するのが怖いから高齢者中心に病院に行かなくなっちゃったんだ。そうすると別の病気でその早期発見ができなくて問題じゃない、そういう説もある。ただ健康意識が高まった結果ですね、風邪をひかなくなってだから病院に行かなくなったという可能性もまあ十分にあって、その一つがインフルエンザが非常に減ったということです。インフルエンザが非常に減った、例えば過去5年間ですね、最も少ないインフルエンザの感染者ということです。昨年より450万人減った、過去5年で最も少ない、記録となったということです。去年の2019年の冬から今年の春まで、そのシーズンが新型コロナウイルスとダブってるわけですけど、それが感染者が700万人ぐらいにとどまって、普段は1000数百万人になるんですが、まあ、例年と比べると400万人以上少ない、そういう状況になったということです。インフルエンザでは毎年だいたい3000人ぐらい死んで、で関連死で含めると1万人ぐらい死んでると言われますが、その割合がその4割ぐらい減ったとなるとですね、それは同時にインフルエンザ関連死の死亡者も減っただということになります。4割というのは間違いかもしれないけど、最近最も多かった2017年、2018年のシーズンでは、インフルエンザの感染者が1400万人を超えていましたが、その去年から今年のインフルエンザにおいては、合計で今のところ728万人で、昨シーズンの総数と比べると480万人、これ減っているってことですね。まあ、そうすると3割減ぐらいになったんではないかとこういうことになります。実は日本のインフルエンザっていうのは最近10年間なぜか増えていたわけです、10年ぐらい前まではですね3桁ぐらいだったんですよね、数百人の死亡者でも、その2019年18年シーズンは3000人を超えていました。どん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 増えてきちゃったわけです。これはなぜなのか明確な分析はないんですけど、まあ高齢化してきたからっていう話もありますが、しかし高齢化してきてるのは今年も変わらないんで、なんで今年インフルの感染者死亡者これが減るかっていうと、要するに油断がなくなったってことでしょうね。で特にそのインフルエンザこれにかかって重症化しやすい高齢者にはインフルエンザにはワクチンがあるんですね。ワクチンでワクチンで完全に防げるわけじゃないんだけど、やっぱり重症化は防げるし、なしは感染自体を防げるかもしれないってワクチンがあるんですが、そのワクチンの接種っていうのをまあ怠っているっていうか、まあ高齢者が十分にやっていなかった可能性これはある。で今年は皆さんやると思いますよ。インフルエンザのワクチンは3000万人分ぐらいしかないから、多分若者には回らないと思います。高齢者が今3700万人って言ってます。その人たちを中心にまず受けてくださいって10月やって、で11月17月あと余った分が、まあ、若年層に回るということらしいんですけども、やっぱり油断してたからだんだんインフルエンザの死亡者がその3000人ですからね。そして関連死を含めると1万人です。直接の死亡者が3000人で関連死が1万人ってどういうことかというと、インフルエンザにかかってそこでインフルエンザは治ったんだけど、そこからこじれてしまって肺炎になってお亡くなりになるとかいう関連死が結構あるんです。でも新型コロナウイルスはですよ、今のところ1500人で亡くなって、インフルエンザは1万人毎年亡くなって、これは新型コロナウイルスをきっかけに我々が最近忍び寄っていた油断に基づく感染症の死亡者の増大に気づいて、
でそれを抑制することに成功し始めたということができるかもしれません。まあ、たくさんの病気で死ぬんだけど、新型コロナウイルスの結果として他の病気の要するに予防ですか、それがうまくできるようになった。結果として死亡者、これが減ってるんじゃないかということですね。実はアメリカもですね、インフルエンザの死亡者ですね、これ数年前は6万人にも至っていました。だからアメリカがですね、今回新型コロナウイルスで多くの被害を出しているのはですね、突然のことじゃなくて、ここ5、6年はですね、アメリカは実は平均寿命は伸びてません。それは要するに貧富の格差が大きくて、マイノリティの人たちですね、そういう人たちの経済不安が大きくて、まあ医療がサービスが受けられないということもあるけど、日頃の生活が不健康なんですよね。その結果だと思います。薬物とか自殺とか、それからアルコールなどで20歳から65歳のその労働人口ですね、労働人口ですね、高齢者じゃない非高齢者が、その死亡者が増えてしまっているという、それ平均寿命が日本みたいに伸びなくなっちゃってるんですね。でその中でインフルエンザで死亡する人も多くなり、で今度新型コロナになったと、まあ、こういった健康問題、これがあぶり出されたのが新型コロナウイルスだが、その前にそのインフルエンザであぶり出されつつあったという状況にあるということです。で日本もアメリカもそういった意味でこう増えてたんですね、インフルエンザの患者数というか死亡者数が。しかもですね、日米が同じような感じで同期して増えてるっていうのも言われています。アメリカで風邪ひけばインフルになればこっちに入ってくるかもしれないし、こっちで増えればあっちに増えてくるかもしれないとかね、そういうことにですね、日米双方とも気づいて、今からは感染症全体に対しての予防、これが行われていると。ただアメリカはね、その人によってね、感染症予防のためにマスクつけるつけないとか、そういうのがですねあんまり進んでないけど、日本人の場合はやっぱり中国に近かったっていうのと、インフルエンザとかじゃなくて花粉症に対してマスクをつけたりね、なんていうかな、健康意識っていうんですか、まあ予防対策をするこの意識が強かったんだと思うんですね。アメリカは今のトランプ大統領が結局入院しましたが、彼は大丈夫なんだ、単なる風邪だとか言って予防最初は一生懸命やらなかった。そこら辺の日米の差が今回の結果に出てると思います。日米の共通点は、だんだん感染症の死亡者が新型コロナの前のインフルから増えていたということです。それ日米の違いは、日本の今年の対応法っていうのはアメリカよりも優れていた、その予防対策が優れていて、結果被害が少なく、結局おそらくはインフルエンザと新型コロナを合わせた死亡者は去年よりも今年の方が少ないんじゃないかなと。で全ての死亡原因の死亡者は約その今までの統計から見ると、去年よりも5000人少ない。本当は高齢化社会で増えてっていいのにも5000人少ない。だからこう統計的に見ると、今年は今までの流れの何て言うかな、見通しから見ると約1万4000人ぐらい死亡者が逆に少なくなっていると、先ほど言いましたが、そんな状況になったということですね。さて、健康問題に関してはもうちょっと話したいことになります。新型インフルというのがよく言われるんです。つまりその新型コロナの次に新型インフルが来るんじゃないかと、ね、で今回新型コロナでこういった感染症の問題を熟知したとし、で今度新型インフルが来た時にはそれに対してはよりよく対応できると思うんですね。日本が新型コロナにちょっと対応まずった、手間取ったのは SARS とか MERS とかを韓国とか香港とか台湾みたいに経験してなかった、だから失敗したという部分もあった。世界から平均的に見ると欧米よりはるかにいいんですが、要するに前痛い目にあったから対応がうまくできたというのがあって、でそれは今回にも当てはまる。これが最後の感染症でしたら単なる損失ですが、未来にまた感染症が来るとしたら、そして今回よりも強いものが来るとしたら、今回いろいろと痛い目にあって行う改善対策が将来の問題を未然に防ぐだろうということで、ここで一つ紹介したいのは、去年アメリカのですね、ジョンズ・ホプキンス大学、これがビル・ゲイツ財団と共に行ったシミュレーションがあります。それは新型コロナウイルスで、それがパンデミックを起こした時にどのぐらいの人が死ぬかと、それは6500万人死亡すると。でも実際今回はまだ100万人というと
言い方は悪いですけども、予想したような新型コロナウイルスも弱かったってことだと思うんですね。少なくとも日本には。それから15年ぐらい前ですね、CIA がレポートをしてます。将来のパンデミック、新型コロナか新型インフルだっていうことでした。その時死亡する人、これは1億っていう予想だったそうです。要するにその科学者が未来予測の中でパンデミックがインフルかコロナで新型が現れて起こるっていうものはですね、今回実際に起こったものよりも100倍ぐらい大きいものだったが、しかし我々はそれを経験せずに済んだということはどういうことか。今回の件で予防対策、感染症、これが進んだ場合に未来に予想される、科学的に予想されているよりひどいというか恐ろしい、感染症に対してですね、前もった準備、これを世界的にできるというふうに考えることができるかもしれません。特に、日本はですね、毎年のインフルエンザの犠牲者1万人の 15% で1500年の新型コロナの犠牲者しかまだ出してない、その犠牲者、これは非常に痛ましいものですが、その犠牲をこう無駄にせずに感染症対策を進めていくと、国民全体及び、医療機関ですね、それが進めていくと将来のその最悪のパンデミックに対してよりよく対応できるという結果になる可能性があると、将来の本当のパンデミックですね、それに対する備えができるということじゃないかと。で、ここでですね、ちょっと話がずれるんだけど、離婚、これが減っています。離婚がですね、2割ぐらい減ってます。なぜかと、旦那が戻ってきて煩わしいと、だから家庭内でストレスだと、それで何ていうか離婚が増えたと、増えるというような話がメディアでは結構ありました。メディアであったかどうか分かんないけど、でも実際はですね、やっぱりリモートワークになって、で通勤が減って、で対話の機会が増えて離婚が防げたのではないかと思われるということですね。自殺に関しては4月5月は逆に減りました。それは嫌なやつに会わなくて済むようになったんじゃないかって話と、それからメンツ、これが失わなくて済んだと。つまり4月5月コロナが起こってなかったら自殺してた人ですが、転換期じゃないですか、4月5月っていうのは移動とかそういうところで多頭の差が出るときですよね。だけど新型コロナの中でみんなが大変だったから、その自分だけダメってことでメンツを失って行き場所がない、居場所がないって自殺数が減ったっていう、そういった説が。一方この8月になって増えてきました。30代の女性、これが多いんです。これは一体何なのか、これから原因を分析して対処することになると思います。自殺、これは増えるか減るか通年見ないとわからないということですね。不況によって自殺が逆に増えるんじゃないかという恐れがありましたが、まあそれは今のところまだら模様と。もちろん離婚原というのは何を意味するかと、単身者が減るっていう。離婚があると、特に熟年離婚があると、高齢者の男性というのは一人ぼっちになってしまう。まあ女性も一人ぼっちになるんですが、要するにまあ退職してですね、会社の中で地位があったが、まあ他には何もできない男性がですね、家庭に戻ってきてですね、でそれに対して女性は煩わしい、我慢してたけどもう耐えられないということで熟年離婚というパターンがあるって話がありますが、そういうことになると離婚が増えるということは単身者が増えるということ、単身者が増えると孤独の問題が出て孤独死が増えるということですね。だからこれも健康問題でもあるんですね。人が要するに単身者じゃなくて孤独を避けるっていうことは、まあ孤独というのは寿命を、その健康を損なう。人間は基本的に集団で生きてきたと、集団で、まあ寿命を伸ばしてきたと。それはこの20万年のホモサピエンスのその生き方として、一人で生きてなくて群れて生きていて、100人200人の規模から今こう東京メトロポリタン3000万人の集団になりましたけど、まあ人間が集団性を失うってことは生命力を失っていくんだっていう考え方があるんですね。で離婚が減るってことは集団性、これがまあ和らぐ集団性、これが保てるっていうことですから。もちろん現代社会は一人で生きやすい時代になりました。一人でも生きていけるっていうことなんですね。
でもこれはですね、長期的に見ると一人だと孤独感その他の問題、生きる意欲がなくなってきて、でだん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 セルフネグレクトっていうか、だんだん病院とか健康管理もしなくなっちゃって、で孤独死が増えるっていうことです。まあ若いうち40代50代のうちはインターネットもあるし、いろんなこともあるし、一人でも生きられる時代になったが、しかし長期的に見ると心身の健康、特に精神面ですね、それを損なう可能性があるってことですね。なんじゃ損なっちゃってて人間関係うまくいかないから、まあその一人で生きてるって人もいるんですけど、まあ人間関係うまくいかない精神的な課題があって、でその結果孤独になって、孤独がまた精神的な課題を増やしてっていう悪循環もあるということで、そういった悪循環のきっかけになりかねない離婚、これが減っている、これは単身者が減るということで、これは健康の問題にも関係し、まあ重要な、まあ改善なのかもしれません。さてリモートワーク、これが進められつつあるということです。リモートワーク、これは前から進めなきゃいけないっていう話でした。しかし新型コロナでいよいよ切羽詰まって、リモートワーク、これが苦手な日本もですね、リモートワーク、リモートワークってなっています。これはまずその企業の面から見るとオフィス、このその賃貸料が減ると、それから交通費、これが減るということですね。でまあ働く側からすると通勤時間、これが減少すると、あと雑用や無駄な付き合いがなくなると。出勤するのはいいんだけど、群れてしまっていて、日本の労働の仕方の問題としては、まあ要するに集中して自分が仕事をするんじゃなくて、お互いにお互いに干渉し合ってですね、大きな部屋で仕事をするときに一人一人が個人の仕事に集中しないんじゃないかっていう話もある。そして退社後は要するに付き合いの飲みに行くとか、そういうものがいろいろあったりして、これが本当に効率的な働き方だというのは昔から言われる。だからうまくやればこのリモートワークの結果生産性が向上するだろう。そして家庭家族関係の改善、家庭に費やす時間、これが増える。そして通勤が運動だっていうのが今までのそのオフィスワークでの話でしたが、リモートワークになれば本当に自分の近くの公園、自然の中で自分の気持ち切り替えて運動健康に取り組むことができるっていう人が増えたんだっていうのは先ほどのお話ですね。まあ、ただごく一部にはね、通勤これがなくなって運動不足になってコロナ太りになりましたって話はあります。ただ統計的に見るとやっぱり時間もらえた分だけ、そしてコロナの恐怖がありますからね、その分だけ健康意識高まって運動を増やした人とはまあいるっていうですね。運動これが改善した人は4割、食事改善した方が8割という先ほど明治生命の、まあ、調査結果でした。そして、これとリモートワークと関係します。どうせこれからやらなければならなかった、そして特に日本はというのはロボット化なんですね。ロボット化、やっぱり人間は感染症にかかると、で人間に頼っていたら安定的なこう産業活動、経済活動はその分だけできないと。でそういったところでリモートワークでインターネット、ロボット化を含めてこの人口減、どんどん人口が減っていく日本は、まあ、いずれロボット、AI というものを導入しなくちゃいけなくなるわけです。まあ、もちろんそれを防ぐためにですね、東南アジアを中心にですね、2年ぐらい前に入国管理法を変えて、もっと多くの外国人労働者をってやりました。だけど期待に反してあんまり入ってこなかったんですね。まあ、やり方が存在で、そのもうとにかく面倒見るから入ってこいって感じじゃなくて、入ってきてって言うんだけどあんまり面倒は見ないっていう、要するに来たらやっぱり日本語を覚えさせなきゃいけないし、いろいろ面倒見なきゃいけないんだけど、そこら辺はあんまりなんか十分に整っていない中でですね、入ってきてってだけやったからあんまり効果これなかったということで、そして新型コロナで一斉にもう戻っちゃったんですよね、そういうようなことをこう考えると、これからの時代、そういったまあ、外国人労働者を十分な受け入れ体制で日本に入れると、ないしは移民制度、これ腹くくってやって、移民によってね、まあ、欧米みたいにテロが起こったらどうするんだと、そういう問題もある、そういうことはでも腹をくくって人口を保つためにやるんだという考え方が一つある。でもそうしなかったら日本は人口がこう減っていくわけですね。でそれに対してじゃあ日本人、もともとの日本人がもっと子供を産むってなれば、高齢者ではなくて若年層に対する福祉予算、これを増やさないといけないと。まあ要するに子供を産んだらその教育その他も国家が見るというような、だからどんどん産んでくれと。で今そういうふうになってないんですか。高齢者福祉が中心で、人生後半の福祉で人生前半の福祉が日本は弱いと言われています。
そういうふうにするってこともある。ただ今高齢者民主主義って言われています。シルバー民主主義です。で菅政権も平均年齢内閣閣僚は70歳以上、政治家が長生きで寿命が長いって言われてますが、有権者はですねやっぱり高齢者が多い。しかも投票に行くのは高齢者が多い。だから若年層と高齢者のですねその政治選挙への影響力は1対3ぐらいだと思います。高齢者の方が3倍の影響力。そうすると政治家は当選するためにまた考える政策、これはやっぱ高齢者寄りになる。自分も高齢者です。そしてメディアですね、メディアもですね視聴者の多くはやっぱり高齢者が多いんですよね、時間あるから。そうすると高齢者に厳しい政策とかまた話はメディアもしにくくなる、ね、高齢者が感染しないように若者は我慢すべきだ、まあ、そういう話は出るが、そのなんていうんですかね、どっか他の別の国のように、若者が働かなかったら高齢者がどうやって、維持できるんだ、その話はあんまり出ないような感じになってしまうかもしれない。そういうような、まあ、状況が今あるわけです。で、まあ、こういった形で海外から人が来ない、そしてその人生前半若年者の福祉化政策の充実で人口を増やすってこともできない場合、人口が減るわ。で人口が減るってことに対してどう考えるか。まあこれだけ地球環境の問題があるなら、人口が増えていくよりも人口が減っていってもしかるべきではないかと。外国で増えてるんだから日本は減っててもいいんじゃないかという考えで立つんだったら、じゃあ日本はやっぱりこうロボット化を進めなきゃいけないということで、で今回の件で人間が働くってことにおいてその安定性の問題があると、人間がやっぱり病気になりますからね、そういったことで、ロボット化が進むだろうと、産業界ロボット化を進めるだろうと。それによって前々からやらなきゃいけないと言われていたその労働人口が減る日本でですね、それを補うその機械化っていうんですか、まあそれができる可能性があります。でそのロボット化というのは結局人工知能の導入ってことですが、その長い将来を考えるとどうなるかっていうと、やっぱりだんだん人が仕事をしなくていい世の中になってくるんだろうなと私は思っています。これをですね否定的に捉えるとですね、要するに失業が増える時代じゃないかってことですね。しかし何ていうのか、それを前向きに捉えるんですよ。とにかくお金さえあれば、仕事しなくてもお金さえもらえれば皆さん10万円給付金を得たじゃないですか。で最近この新型コロナの問題をきっかけに、その先進国で一部議論が上がってるのは、要するに危機管理の時、新型感染症とかが出た時には緊急的にベーシックインカムですね、働かなくても一定の所得を全国民に給付する制度、これベーシックインカムっていうんですね、前から言われてました。これを導入すべきだって話がですね、コロナの前よりコロナの後が強くなってきたわけです。でこれはもうよく考えると時代先見性があって、新型コロナの感染症がこう広がった時にだけ全国民相手にした所得を提供する、つまり働かなくても収入を与えるっていう制度はですね、実は働くことによって収入を得ることができなくなる AI 時代ですね、50年100年経った時に人は働かせてもらえないわけです。 AI が働くわけです。経済産業活動は人間じゃない人がやるわけです。今要するに物を運ぶのは車がやるように、人間ができないように今度頭で考えるのも人工知能がやっちゃう時代ってこと。そういったことを考えると多くの人にとって自分の給料を稼ぐための労働の機会がないと。国民の労働の義務とそれから権利って言ってますけど、それは人間が労働産業活動をやらなきゃいけない時代に関係することによって、人間が労働産業活動をやらなくても経済が回る、機械が経済活動をやる時代っていうようになった場合、待った場合は働かなくていい時代になる。働けない時代と捉えるか、働かなくていい時代と捉えるかは、その前向きな人と後ろ向きの人に違うところ、苦楽表裏、損得表裏ですね。仕事がないイコール仕事しなくていいということでもあるかもしれない。そういった AI 時代、人工知能時代を遠くに見据えると、この新型コロナウイルスで一時的に働く機会がない時代、これができたこと、つまり政府が働くなって言ってるわけですね。そしたら政府はお金は出さなきゃいけない。で政府として国として労働機会が提供できない AI 時代、それは政府がお金を出さなきゃいけない、というのと似てるわけですね、この2つ。だからそういった意味でもですね、こう時代と未来に対する備えですか、
未来に対する備えをですね、今回することができるんじゃないか。先ほど新型コロナウイルスに続いて出てくる新型インフルの感染症とか、そういうものが予想されると思います。そのよりひどい感染症に対する備えができるっていうのと、それから新型コロナウイルスで、まあ、要するに仕事がなくなっちゃったと、で政府から給付金が来たと、それよりもひどい失業時代がですね、将来来るかもしれないと。だったらそれに対する備えってものをやると。で今菅政権はオンライン化を進めて、今回10万円の給付金を出すのがすごい大変だったじゃないですか。こんなこと次にやったら大変だから、迅速にできるようにしようと。でそしたらだんだん AI の時代になってきたらいつもやればいいじゃないかって話になる。といった意味で未来に対する備えをですね、今回やることができるのかもしれません。今回の新型コロナはですね、未来の社会に適応するための警告っていうか、今からこれやっとかなきゃいけないよ、今回はそうこれぐらいの犠牲者だけど次は1億かもしれないよと、今回は失業率がこう数パーセント上がっただけかもしれないけど、未来はもうほとんど人が働けない時代が来るかもしれないってことを見据えて、今回が一つのジャブっていうんですかね、次ストレートパンチが来ることに身構えとけという神様の継承とも考えることができると思います。これは万事採用が待ってたものですね。そして、4つ目です。日本にとって非常に重要なのは土地利用の改善ということです。日本はどうしてもですね、土地利用が首都に一点集中しすぎ、そして都市に集中しすぎだというのです。これがまあ日本の最大の特徴ですね。日本は新型コロナにおいて当初ニューヨークに住む日本人がですね、ニューヨークですごい被害を受けているときに、この後母国日本はニューヨーク以上にひどくなるってことですごく心配して、その日本は今甘い、早く対応してくれって必死に叫んだ。でも結果としてあまり大した問題は起こらなかった。でもなんで必死に叫んだか、ニューヨークを超えて、ニューヨークにはだいたいマンハッタンに1000万人弱しかいません。でも東京メトロポリタンでは3000万人の世界最大のメトロポリタンで、満員電車が有名で、しかも中国に近いわけです。もうこれは大変な被害になるだろうと、ニューヨークどころじゃないと思ってたらなぜか被害が少なかった。それが日本人が持っている免疫力ファクター X なんでしょうが、まあ、それは別にしてですね、とにかくこの問題はですね、その新型コロナにおいては良かったですよ、あんまり大きな問題にならなかったですね。それでまあ投稿やっぱり一番多くこう感染者が発生したけど、一番問題なのはというか別のことで問題になるんですよ。それは地震ですよね。それから要するに温暖化問題から出てくるスーパーハリケーンによる水害ですね。それが起こるとですね、東京の下町は一気にこう水没してしまうんです。都市直下型地震では、それは関東大震災で十数万人死にましたか。まあどうなるかわからないけども、やっぱり1500人のところじゃ済まないと思うんですね。それに対して、この新型コロナウイルスで要するに首都一点集中っていうのがだんだんこう緩んでいくだろうとは言われています。まず自民党の議連はですね、その新型コロナの前には断念していた首都分散ですね、分都ですね、この動きを再び活性化し始めました。そして産業界はですね、結局首都に東京に本社がなくてもいいんじゃないかってことで、有名な企業のパソナですか、あれはなんか関西に行くそうですね。なんか淡路島に移動するっていうから、そこまでやらんでもいいのかなと思うんですが、まあ、特に東京関西に分散していくっていう可能性、これはあると思います。そして労働者はですね、都会のオフィスじゃなくて郊外から通えばいいってことになって、今郊外の土地があれですけど、やっぱりその感染症もそうだし、それ台風水害もそうだし、地震災害もそうですが、まあ、都心の過密状態っていうのは非常に脆弱な状態ですが、新型コロナウイルスのおかげで都市から郊外の動きは今こう加速してるんですね。郊外の不動産、これが売れている。それから東京から分散しようという動きがありますね。多極化ですね、まあ、アメリカなんかはニューヨーク、ワシントン、ロサンゼルス、サンフランシスコってなります。だからニューヨークに、まあ、例えば核が落ちてもね、他のところはまだ持ってればっていう多極化構造、もともと冷戦の時もあるし、まあ、国家として進めてきたのか自然にそうなったのか分かんないけども、そういうふうになってるから、東京は東京しかないから東京はやったらおしまいだっていう感じだと思います。まあ、そんな中で追い風を受けているのはこの大阪維新の会の大阪都構想ですね。でちょうど菅さんと、それから橋本さんとか松尾さんだったっけ、忘れてしまった大阪維新の会の大阪府知事が吉村知事で、大阪市の市長さんですね、こういう関係がよくって、
だからまあ大阪都構想にまあ勢いが出るんじゃないかと言われてますが、それもやっぱり新型コロナの影響があると思います。まあ、最大に強い土地利用形態に新型コロナのおかげでなれば、将来どうしても起こることを想定すべきその首都の地震ですね、それからあの水害ですね、台風水害とか、そういったものに対して日本は特にこういうのが多いんで、今回のコロナによって分散することができればその脆弱性が和らぐことができるだろうと、そういった意味でですね、その今後も続くだろう新型感染症、そして今後もやってくるだろう大失業時代で、今度も日本もは警戒しなきゃいけない地震や水害に対して脆弱な都市機能といったものをですね、未来に対してよりよく備えるようなきっかけを今回与えてもらっている可能性があると思います。でその被害っていうのがもしうまく抑制されなかった場合数万単位の被害でしょうから、または10万単位の被害になるかもしれません。本当に強力なパンデミックが起こったり、本当に強力なその地震これが起こったりした場合、それに備えることができるならば、よりよく備えることができるならば、失ったもののさらに多く、それもはるかに多くのその、まあ、今回の人的損失のはるかよりもはるかに多く、まあ、生命の保護っていうんですかね、それができるかもしれない。さて日本経済に関してみると、これいろんなことが言われています。まず日本経済は安定重視の経営なんですね。で安定重視の経営ですから、日本企業ってアメリカの企業にもたくさんお金を貯め込んでました。これを巨額の内部留保と言います。で安倍政権はですね、それがあんまり何ていうか良いとは思ってない。なぜかというと、それはやっぱり労働者に給料として出すべきであると。で米国の方はですね、この逆でですね、ほとんど企業が貯めてない、貯めてないといざって時に要するにその安定性を失いますね。企業が倒れたら労働者解雇ですから。でなんでそうするかっていうと、株主のお金を回したいんですね。株主にたくさん配当するとですね、米国ではですね、その評価が上がる。特に誰の評価が上がるか、社長とか経営陣の評価が上がる。そうすると社長や経営陣は莫大な収入、これを得ることができる。年間100億とかの給料もらえるということで、経営陣がお金を借りてでもですね、株主にお金を渡すみたいな、そういう極端な経営まであったんです。それと日本は逆で、長期安定型、倒産を回避で長期的に雇用をこう重視する、そういった企業が多かったんです。で今回ですね、日本の新型コロナウイルスの発生によってですね、日本型の経営ですね、そのいざって時にお金を貯めてると、その良さが出てきたとよく言われています。内部留保の多い安定重視の、倒産や解雇を回避する、そういった日本の大企業の経営の仕方が見直されていると。一方アメリカの株主重視のその酔い腰の金は持たないその、経営のですね、問題点があぶり出されていると言われています。で、新型コロナウイルスの結果として溜め込んでいた内部留保が今労働者の賃金というか、要するに報酬というか給与としてだんだん消費されているんだと思うんですが、安倍政権は一時この内部留保に課税をしようと、あまりにも多いと、400何十兆円、日本の GNP ぐらいあるんです。大企業をたくさん溜め込んで、それを給料にしないって考えてましたが、新型コロナウイルスの結果、要するに仕事がなくてもお給料払っていますから、収入があってもお給料払ってますから、その分だけだんだん課税したのと同じように、なんていうかな、労働者や一般の消費者のように回っている。2つ目ですね、新型コロナウイルスの結果として米中の対立が深まってきました。で米中の対立が深まっていることはそれ自体はあまりいいことではないが、しかし二大大国が対立するときって日本はですね、漁夫の利を得てきたっていう、そういった経験則があるんです。米ソのその冷戦の中で日本とドイツはその間で漁夫の利で、争わない者同士ですね、争わない者がですね、やっぱり金持ち喧嘩せずって言いますね、その間を縫って発展してきたっていうことだった。で今後もそういう可能性があるっていうのは、例えばファーウェイですね、 5G のファーウェイ、これを米国が規制して排除しようとして、その代わりにアメリカではなくてイギリスとかですね、日本の NEC とかそういうところにお前たちが代わりに 5G を作れないのかと、そういう相談を始めたみたいなことがあるところ。
それから3つ目にグローバリゼーションの問題。日本はですね、この30年間米ソ冷戦が終わったグローバリゼーション、1990年代から今2020年代にグローバリゼーションベタなんだ、あんまりうまくない。それに成功したのはやっぱり中国とかアメリカだと。でも今回の新型コロナにしてグローバリゼーションができなくなって自国優先になるから、これはですねやっぱ日本としては有利なんじゃないかっていうふうに見る人があります。あと石油価格が低下しました。全体が不況になったから石油価格が低下しましたから、石油持ってないで輸入するばっかりで、原発これも止めちゃったから石油で発電が多くなってる。日本にとっては石油価格が60ドル平均から1バレル40ドル平均に落ちてきた、この状態はですね、まあ、長期的にはですよ、おかしい、ガソリンが安くなってないぞっていう方がいらっしゃるかもしれないが、長期的には日本にとってプラスになるだろうとね。それから世界の日本化っていうのが言われています。日本はそのバブルの崩壊のショック、それに加えてリーマンショックもあって、先ほど言った安定重視ですね、危機に対して備えるってことで、あんまりお金を使わない、消費しない、投資しない国なんですよね。だからデフレになっちゃう。しかしこういった危機があった時に日本企業が比較的うまく対応できるのをこれ見て、そしてその危機自体の本質から、世界全体がですねその危機に対する対応重視で、日本のように消費投資が減ってデフレになっていくんじゃないかという考えがあります。そうすると日本経済のまあ何ていうか弱点ですね、デフレっていうのは目立たなくなる。まあもちろんこれはみんなが日本みたいにデフレになるから目立たなくなるってことだけど、そういう日本の弱さがみんなの弱さによって目立たなくなるっていうのは、相対的に日本の経済の強さが相対的であるんですよ、出てくるんじゃないか。でもまあやっぱりデフレっていうのはですね、新型コロナの前からもうあったんですね。まあ先進国はいくらなんでもですね、そうずっと高度成長することはできなくて、だいたい 1% ぐらいの成長でヨーロッパとかも停滞してました、日本とともに。日本がまあ1990年代から停滞したとなったら、その過去リーマンショック以降の欧州はもう停滞し始めたし、アメリカも 3% の経済成長するのは相当大変な状態で、結局先進国はやっぱりどんどんデフレになっていくということで、日本は要するに先進国のある意味じゃその最先端を言ってると思います。いろんな意味でそうです。第一に高齢化ということによって先進国の最先端を言ってますね。それから二つ目にデフレということで最先端を言ってます。要するに先進国を中心にどん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 人口が伸びて、どん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 経済が伸びてっていうんじゃなくて、だんだん成熟してきて高齢者が多くなって人口はあんまり増えずっていうか、そういうふうになってくるのが世界の趨勢の中で、日本はその先端を言ってたんだなと。そして温暖化とか新型感染症とかいろいろな危機、これが目立つこの21世紀において、で一人一人の国民の命の価値ですね、これが増大する中においてですね、安定したその雇用と経営を重視した日本の経営というのが再び見直されているというところ、日本はだからある意味では世界の先進国の最先端を言ってたかもしれない。日本はダメだっていうんじゃなくて最先端だったのかもしれない。高齢者っておじいちゃんおばあちゃんも多いとか、デフレで経済が弱ってるとか、それからお金ばっか貯め込んで投資消費をしなくから結局活力がない、要するに老大国日本になっていくのかっていうのは、もしかするとこの新型コロナウイルスの結果として先進国全体がたどる道であって、それを日本が最初に適応しようとしてるっていうふうに日本の評価が見直されるかもしれない。そして何といっても今見直されているのは、日本が健康長寿で衛生的な国であるということですね。新型コロナウイルスが収束した後にですね、どこの国に旅行したいかっていう国のダントツ1位っていうのが、まあ、日本だってことが、まあ、調査の結果分かってる。まあどんな調査かというと、ちょっとこれを引用すると、これは日本政策投資銀行と日本交通公社がアジアの8カ国地域、それから欧州、アメリカ、オーストラリアの4カ国で暮らす人を対象にしたアンケートですね。まず旅行したい国地域、これは日本が 46% でトップだったということなんですね。その次に韓国とか台湾が続いています。もう少し細かく見るとですね、アジアの人たちの中で一番行きたいという国は日本がトップで
そのアンケート者のですね 50% 以上が日本だと。で第2位が韓国で 30%、 あとは台湾とかで 20% ちょっと。これは全部簡単に言えば新型コロナウイルスの感染があまりひどくないところですね。でアジアの人にとってはですね、英国とか米国とかはですね、その回答者の 10% ぐらいしか行きたいと言わないということで、そういうふうな形で日本が圧倒的に優位。一方アメリカとかヨーロッパとかオーストラリアに住んでる人のアンケートではですね、米国が依然としてやっぱり 30% 近いんですが、第2位が日本になってて、第3位以下にカナダ、英国、オーストラリア、フランス、イタリア、ドイツ、ニュージーランドで、観光大国のフランスやスペインを押しのけてですね、日本が多くなっているということですね。で日本のなんで日本に行きたいかっていうと、どういうこと、温泉のある日本旅館、これが一番人気であったとかなんか話があるんだけど、一応ちょっとこう言いますとですね、日本を希望の旅行先として選んだ人の評価しているのは、食事が美味しい、以前も旅行して気に入った、清潔、それから治安が良いということで、やっぱり衛生的だ、安全だというようなところが出てきていると思う。まあ、こうして健康長寿で衛生的な意味での健康長寿、衛生大国だという日本のという何て言うかな、位置づけっていうのが日本人の中でも、それから世界でも新たに出てくるんじゃないかと。でその一つの決定打が与える可能性があるのは、このコロナ禍でまだロンドンは再びロックダウンするかって話です。アメリカ、ニューヨークはまだロックダウン全面には解除していません。でスペインとかフランスとかも再感染が広がっているって話がありますが、その日本の東京五輪に関しては昨今数日前ですね、橋本五輪層が中止はないというふうに明言して、で IOC のバッハ会長もできる十分な根拠があるってことで書簡を送るってことで、まあ IOC と日本政府でですね、今の現状を見て日本東京ならできるだろうというふうになった。これはかなり強力なことで、まあこういった感染症がもしロンドンやニューヨークやパリだったら、まあ多分ダメだったのかなと、少なくともやるとということはまだ言えなかったと思いますが、世界のアスリートたちに限らず来年こう日本に集う人たちはですね、こういった状況の中で日本でオリンピックというスポーツ健康の祭典が行われるということを思ってですね、日本のその健康長寿、そして衛生面でもその良さですから、それが世界全体に共有されるんじゃないか、まあそういったことで日本人が日本の良さ、これを新型コロナウイルスの問題をきっかけに自覚することができるんじゃないかな、まあ、経済的な面からこの国際的イメージも含めてなんですが、そういうふうにも捉えることができるんじゃないかと思っています。で、まあ、こんな感じでですね、新型コロナウイルスって否定的なことばっかり考えて、メディアってどっちかというと否定的なことを言うかですね、まあ、要するにすごいぞってやるか怖いぞってやるかによって視聴者視聴率が上がるんですが、まあ、コロナウイルスに関してはやっぱり怖いぞってことを言って大変だぞってことを言ってで視聴者視聴率を取るってことが多いと思うんで、その逆に良いニュースっていうのを取り上げてみました。さてとそれでは質問ありますか。最初の質問は都市伝説かもしれませんが、コロナは我々が次元上昇するのに必要なものであると考えられているようですという質問に関しては、まあ、都市伝説に関しては私は何かこう見解を持っていないんですけど、まあ、それを信じているわけじゃないんですが、コロナがもたらすその社会の進化ですね、これは感染症の普遍的道理です。例えば近代社会は、例えば脱キリスト教、ルネッサンス、近代科学思想、そして、資本主義、これはペスト、これが生んだってことは学説の定説なんですね。ペストは近代の陣痛だったら、コロナは何の陣痛になるのかって考えてもいいと。21世紀人類社会への何かの弾みをつける可能性はあると思うんですよね。2つ目ですね、日本人に感染者と死者が少ないファクター X について、日本は神に選ばれた国という説がありますが、どうですか。まあナショナリズムに陥るとですね、新国日本になると80年前のですね、大日本帝国の問題になっちゃうんですけども、ただ要するにあの時はその盲信したわけじゃないですか。そうなって実際にですね、科学合理的に考えて日本が
その欧米と比較してもその良い面があるっていう、そういったなんていうんですかね、正しい意味での自分の長所の理解っていうのは非常に重要だと思うんですね。でですね、あの日本ではどちらかというとこの30年間デフレで卑屈だったと思うんですね。自分の悪いところばっかり見て、でしかし気づいてみるとですね、先ほどお話しましたが、あ、してないか、平均寿命は日本が世界最高です。で第2位がスイスですけど、 1% ぐらい、あの1歳ぐらい、こう水をあけて、でしかもですね、それは2018年のデータはそうだったんですが、最近発表された2019年のデータでもさらに寿命が伸びていることが分かります。で来年発表の2020年のデータもお話しましたね、死亡者が減ってるわけですから、また寿命は上がるだろうと。英米がですね、で寿命が伸びない状態、アメリカは落ちると思います。まただけど日本は新型コロナがあっても加速してるっていうこの状態、これは何か、これはやっぱりあのいいことですよね。やっぱり健康長寿なわけです。しかもあの高齢者 その新型コロナの犠牲者も少ない、これは日本の高齢者介護施設だけね、欧米に比べると非常にこう良い感染症対策をやっている。それは毎年のインフルエンザ対策はそのまま生きてるって話があって、外国の学者がですね、それを称賛してました。日本はその自分の良さをよく理解してないと、厚生省はもっとそれをアピールすべきだと。その学者はその厚生省が情報提供をアピールしてくれないから、日本の新聞社その他から情報をダーッと集めて、で欧米の老人介護施設と比べると日本人の対応、日本の対応がインフルエンザで対応が慣れてるせいかもしれないけど際立っていいってことが分かって、それをまあなんか発表したそうなんですけどね、そんなこともあったそうです。日本の良さをありのままに見る、卑屈にもそれから慢心にも陥らずっていうことは、これから日本としてやっていくべきかなって思うときにですね、あの人ってのは結構トップに立つとき気づいてみるとトップに立ってるってことがあると思うんですよね、ただ菅さんみたいにね、あの気づいてみたら俺より強いやついなかったと、だから棚からボタン打ちでトップになるってこともあると思うんです。だから日本が、まあ、普通考えるとあのアメリカがトップか中国がトップかの21世紀の覇権争いですけど、気づいてみると中国平均寿命は76歳、アメリカ平均寿命は78歳、日本は84歳で85歳伸びようとする健康長寿大国に気づいてみるとなっていた。新型コロナウイルスの問題も中国から出てアメリカに被害を与えたが、日本はそのどちらでもなく、まあ、うまく制御できているというようなところで、気づいてみたら21世紀何が一番大切かと、アメリカや中国のマネーや軍事力かと、力とお金が今まで人類社会の価値だったんですよね、より力があること、戦国時代なんかそう、それから今はよりお金があること、戦力か軍事力か財力、これが重要だったけど、これからの人類の価値としてはやっぱ健康なんじゃないかと。やっぱりあのお金があっても軍事力があっても健康で健やかに生きらなかったら意味がないんじゃないかと。それからまあ貧富の格差ですね、国内の分裂ですね、中国やアメリカは大きい、でも日本はそれに比べて非常に平等的で、かつ健康長寿であると。長寿っていうのは簡単に言うと貧困層の寿命があの短いとできないんですよ。そういうことはない、そういった安定した分裂性の少ないそういった社会であるっていうようなことをですね、考えると気づいてみると世界でかなりいい国になってるから、そういうことはあると思います。まあ棚からボタン持ちってことですかね、あのそういうことはよくあるんじゃないですかね、菅さんだけじゃなくて、戦争とかもなんかそういうことはあるんじゃないかと思いますけどね、まあ、あの戦国時代なんかで例えばあの豊臣たちが天下統一したじゃないですか、だからあれは秀吉はそうできると思ってなかった、あのまあ陰謀説があるが、やっぱ織田信長の後を追いかけていったらあの結局自分が天下取ったんだっていう感じだった。だからそういったことで菅さんも秀吉もですね、日本もそうですが、なんか自分がそうなるとは思えなかったところでなんか気づいてみたらそうなっていたみたいな時がある可能性があって、そういう変化をするのがこの社会だと思うんですね。価値観がマネー軍事力から健康長寿、これに人類社会が移っていけば、そのモデルとなるのは米中では明らかになく日本がその最有力の候補だろうと思います。ということで、これは都市伝説ではなく現実合理的な日本の良さの再発見ということで、これですか、はい、人に好かれる方法はありますか、これ2つ目の質問です。まあこれはあの人に好かれる方法っていうことになると、簡単に言うと、その逆っていうんですか、人を好きになるってことしかないかもしれませんね。
どんな人だって自分の好きな人は好きですから、だからその他人に関心を持って他人の話をよく聞いてあげるとか言って、他人これを好きになるというか他人を尊重する人、それは結果としてそれが返ってくるんじゃないでしょうか。まあ仏教ではですね、成したことが返るっていうカルマの法則があります。他を利するとそれは他人からやっぱり自分にまあ好意というか恵みも返ってくるってことですね。心理学では偏方性っていう、そうです、偏方性、悪口言うと嫌われるし、で逆にその他をその励ませば自分もまあなんていうか好かれると、偏方性って言います。でも偏方性って言っても、ね、心理学用語にしてみただけであんまり大して意味があることじゃないんだけど、まあ普遍の道理ですね。与えるものは与えられるってことだから、まず好かれたい好かれたいとばかり思わずに、相手に自分が関心を持って相手が喜ぶことをすれば自然と好かれるのではないかということだと思います。そうするとですね、やっぱりあんまり焦って好かれたいと思ってると相手のことがよく見れないわけですよ。で好かれたいと思って自分のことをたくさん話して、で相手にとっては煩わしいばかりってことになるから、やっぱりその相手に関心を持ってそのちょっとこう自分のアピールをするんじゃなくて、それってやっぱ焦りだから、落ち着いてみて相手がどんな人なのか関心を持って、受け止めていくってところから始めるっていう方向性も一つあるかな。3つ目、謙虚になれる瞑想方法や考え方を教えてほしい。謙虚になるっていうのは、まあ、その逆が他人の悪口を言うってことだと思うんですが、他人をですね、自分の反面教師として見るっていう方法は一つ非常に謙虚になる方法だと思います。二つ目は感謝ですね。自分が何かこういいことをこう、まあ、自分が何か成功したり、ないしは自分が恵まれているっていう部分があったときに、それが他のおかげなんだっていうふうに考えるっていうことですね。つまりこれは自分と他人のつながりを意識するってことです。謙虚じゃなくて傲慢っていうのは自分と他人を分断して、自己愛に基づいて自分こそすごいんだっていう状態が慢心であって、謙虚の反対ですね。それで自分と他人をつなげるってことです。相手がその愚かだ悪いと、他人が愚かだ悪いと思っても、それは自分の反面教師として自分にもそういうのがあるんじゃないか、自分がすごい優れてると思ってもそれは他人の助けによるもんじゃないかってことで、自分と他人をつなげる考え方をしても、他人の欠点も自分とつながっている、自分の長所も他人の長所とつながっていると、自分と他人の長所と短所がつながってるっていう考え方を持てばですね、傲慢、これは和らいで謙虚、これになっていくと思います。だからまあ、他者の存在に感謝することですね。悪いことをやってる人も反面教師としてある意味じゃ受け入れて感謝、そして、自分の長所を支えてくれる他人を意識して感謝っていうので、感謝によって謙虚、これを実現するってことができると思います。4つ目の質問は、最近さまざまな催しや役が務まる行動が多くなる中、周りの頼りない人たちからあなたならできるからなどと言われることがあり、前に突き出されるばかりで断ると思うと周りの人や気持ちに迷惑かけてしまうようで引き受けてしまいます。どうすれば自分に負担や不安などを自分に負担や不安などをあまり考えすぎずに、後ろ向きな考えや周りから出てくる責任へ前向きになるには、自分にどう言い聞かせて、これどうし分かるか、ちょっとあまりストレスにならないようにするためにはどうしたらよいかということですね。これは簡単に言うと、こういうことで我慢してるとですね、ある段階で爆発してしまう、で、まあ、自分の要するに、精神的な問題が出てきて、で爆発してしまう、でそれと考える人があると思います。今我慢せずに言うべきことを言うのと、我慢し続けて爆発してしまうのとどっちがいいかと、みんな地震がちょっと起こるのと大地震が起こるのとどっちがいいかってこと、今の自分の何て言うかな、見てくれって言うんですかね、それを考えるあまりですね、結局はその将来他人により大きな迷惑をかけることになるんだと思います。でだんだんそういう危機を感じてるからこの質問をされてるんでしょうから、その認識がそのまま正しく、このままいけないっていうことだから、まあ要するにその言うべきこと、今言うべきことは言うべきだと、
今よく生まれたいと思うあまりですね、将来大変なこう人間関係の問題が起こるその流れにあるんだっていう全体像ですね、長期的な視点を 見ればね、いいんじゃないかと。だからこれも一つ目先の利益のためにツケを後に回している一つの現象だと思います。で、後に回すツケがですね、大きな問題を起こすことを自覚すればちょっと辛いですね、断るべきは断ると、断るべきは断るということができるんじゃないかなとね。好きな人に告白する勇気が欲しいのですが、どうすればよいですか。まあこれはね、好きな人に告白した結果受け入れてもらえるっていう保証をですね、私がすることができるわけでもなく、で私の担当している宗教思想哲学の分野から言うとですね、まあ神社にお参りしてですね、おみくじを引いてですね、まあ縁結びの神としてはね、大国主の御事とかねあるからね、そういったとこ行ったらどうですかと。で、大国主の御事はですね、病を癒す神でもあって新型コロナ対策になりますよと言ってもですね、そういう宗教的信仰はちっとも最近の若者を中心としてその何ていうか信じられないという時代なんでね、ここは要するに心理分析でお話をするしかないと思うんですね。どういうふうになるかっていうと、まあ告白する勇気っていうのは何かっていうと、告白したからには受け入れてほしい、しかし告白した時に結果が悪かったらそれは嫌だっていう気持ちだと思うんですよね。で、これは当然なことなんだと思うんです。で、要するにどううまく告白するかなって考えるということです。で、こういう不安を抱いて告白する勇気が直ちに持てないのは正常な反応で、問題失敗を回避するための正常な心理の働きだと思います。ただ人によってはですね、その不安が強すぎちゃってずっと不安ばっかりでずっと告白できない人がいるんですよね。そういう問題になるとそれ可能性ゼロってことでしょ。それはどうかなってことが一つです。あと二つ目はですね、失敗が成功のもとっていう考え方、これがあるんですよね。まあ要するにさっき言ったように、何かの失敗の裏には成功がある、何か損すること、その裏側には得がある、何かの苦しみの裏には喜びがある、万事塞翁が埋まっていることもあると。で、今回の新型コロナウイルスの苦しみがその後のさまざまな災厄、これをに対する備えになるという考え方を繰り返ししました。ですから一定の準備、これをした後はやっぱりチャレンジしてみると。で、チャレンジして成功すればそれでよくて、チャレンジしない限り成功できません。で、失敗したとしたら失敗も経験になるんだと、失敗も次の成功を目指したですね、なんていうか失敗のもと、つまり経験になると、成功も失敗も経験は知恵になりますが、成功も失敗もしない、つまり経験がないとか知恵は増えないっていうことですね。そういうふうにまあ考えてもらって、こう失敗すること、失恋することが絶対悪だっていうものの見方をしない方がいいんじゃないかなですね。ただまあ恋は盲目といってね、もうこの人が人生最後です、この人に失恋したら私はもう死にますとかいうことになると、彼女に失敗してももっといい彼女が次出てくるんじゃないのっていうことは全然耳に入らない人はたくさんいるんだね。だから私が言ってることはですね、聞き入れてもらえない可能性は一部あるかもしれないと思いながら、しかしやっぱ人生は長いからね、その今の彼女、まだ彼なのかどっちか分かんないんだけど、それが最後の唯一の人かどうかは分からないんですよね。で、この人で成功すればそれでいいし、この人で失敗すればその時は別の人、これがいて、で、その別の人の心を得るために今回の失敗がこう糧になるんだと、そういうふうに考えてもらいたいというふうに思うんですけど、無理ですかね。やっぱり今回成功しなければダメと、これが全てっていうふうに考える。でもそういう考えると鬱になりますよ。例えば仕事で失業してですね、立ち直りやすい人は失業したことじゃなくて、まだ健康な、そして家族がいる、そこら辺のまだ残ってるものを見て、それが例えば仕事がなくなったから、またはリモートになったから家庭サービスができるようになってよかったと、その都会でのですねパワーマンションで、住んで、それで都会のオフィスでガンガンキャリアアップしてっていうようなことじゃない良さっていうのを、これを見たりするんですね。失ったものじゃなくてまだ残ってるものを見る、なんちゃ失ったその裏側にある良さ、これを見て、で立ち直っていってまたチャレンジするっていう人の方がですね、その失敗から立ち直りやすい、立ち直る力ってですね、立ち直る力が強いってことは安定的に努力できるってことです。しかし立ち直る力が弱くて、もう自分はこれが全てだと、
これを失ったから人生終わったっていう場合には自殺してしまう。この人は安定的に努力ができません。だからその生まれ持った素質で一番自分が何か囚われた、最初に囚われたことに失敗すればこう命を絶つということになる。そうじゃなくって、その失敗した時にその裏側を見る、まだ残ってるものを見るですね。これは感謝にも関係しますけど、それを見る人は才能が馬ってことで、苦しみの奥に喜びを、失うものの奥に財産を見つけ出して、でまたチャレンジができて、でチャレンジしてる限りはいつかは尊いものが得られると思います。まあ有名なね、恋愛とは関係ないですけど、エジソンの言葉があって、1000回の実験でようやく白熱電球、これを発明して、今我々はそういった恩恵に良くしているわけですが、彼は999回実験で失敗した。これに関して記者にですね、こう質問されたと。999回の失敗をした時はどんな思いでしたかと、辛かったですかと。それに対してエジソンは平然とこう答えるんです。999回失敗してないと、それじゃあ成功しないという成功へのステップを999回踏んだんだと。これが成功者への道だと思うんですね。まあ、仏教的に言うと、例えば自分にはですね、まだまだこう人生が修行だと、この自分はいろんなこう、なんていうかな、無知、不明があると。だからその無知や不明っていうのは失敗しないと晴れていかないと。今の状態で何かチャレンジして、で失敗して、ああこれじゃないんだなって気づくと。これを例えば10回20回やってるうちに、その自分の無知、これがなくなって、最後知恵が残るっていうかな。まあ結局人間生まれながら不完全だから、人生によって失敗してこれじゃないんだってのが分かったら、最後に残っているのが成功だっていうか、まあ要するに10とか20とか100のですね、失敗のなんていうか借金があるっていうんですかね。それを失敗によってこう返済してるうちに、借金がゼロになったら幸福が得られますよっていうか、まあ成功の道はあるが、それにたどり着くためには、それでは成功しないっていう経験をした結果として成功があるんだっていう考え方ですね。悪業の生産の結果、幸福になるっていう考えです。まあ光の輪では虹というのをですね、一つその重要なスピリチュアルなシンボルとするとこあるんですが、虹は雨の後に出るっていうのはそういう意味で、でまあ新型コロナウイルスも、それからペストもですね、世の中変えてくると思うんですが、何かの試練、苦しみ、この果てにですね、人類社会は進化してきたという歴史の普遍的道理があります。ですから、あなたの要するに恋愛経歴というものもですね、今回を何て言うかな、その何て言うか、自分のですね、自分に用意されたパートナーを見つけ出すためのその旅の始まりだと。こういうふうに考えてもらって、今回ダメだったらその後に本当の人が待ってるみたいな感じでやってもらった方がいいかなと思うんですが、今回の人じゃなきゃダメって言われるとなかなかこう厳しいけど、というぐらいでそれをやめといこうかなと思います。まあ以上大体私がそんなところですね。他はご質問とりあえず大丈夫ですか。はい、それでは第2部の方でもですね、ご質問をお問いします。今日は YouTube の公開ライブでしたが、ちょっと予定をだいぶオーバーしてですね、1時間半近くに及ぶことになってしまいましたが、まあ、ネットご視聴の皆さん、および来場をいただいた皆さん、共にですね、長らくお付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様でした。